皆さんこんにちは、しょうがです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ついにドローンを使った撮影をしていきたいと思います。去年ですね DJI の Air 2 を購入しまして、結構期間が経ったんですけど、ちょっとその許可とか申請とか、よくわからないところが多くて、そういうのを調べたりしてました。で、今年に入って、ドローンのちょっと資格を取りまして、その後、包括申請も終わってようやく、撮影をすることができる状態になりました。で、兵庫県がなかなか撮影する場所が少なくて、探すのに結構苦労したんですけど、今日は、丸山湿原というところと、大岩ヶ岳というところ、この2か所で、ちょっと許可の申請をしまして、承諾していただけたので、今日はそこで、ドローンのフライトをしていきたいと思います。はい、そして今日の機材は SIGMA fp で、カラーモードをオフにしてまして、こちらはカラーグレーディングとかしながら、Vlog を撮っていきたいと思うので、その様子とかもちょっと見てみてください。ちなみに時期が結構いいみたいで、結構紅葉が見れそうかなと思いますので、その辺の風景も、ぜひ一緒にお楽しみください。それでは行ってみましょう。頂上までやってきました。ちょっと思っていたより道がハードで、ちょっと格好がすごいことになってますが、すいません。で、頂上まで来てみて、今ここ標高が、384メートルということらしくて、かなり見渡しが良くて景色はすごくいいかなと思います。若干霞がかってたりはするんですけど、頂上まで来たんで、早速ドローンを飛ばしていきたいと思います。はい、ドローンの映像いかがでしたでしょうか。資格を取るときにちょっとドローンを飛ばしたりっていうのはやっぱあったんですけど、こうやって実際に、場所に来てドローンを飛ばすってなると結構ドキドキするなと思いました。でも、結構いい動画とか写真が撮れたんじゃないかなと思うんで、そちらを楽しんでいただけたら、嬉しいなと思います。で、ここからはですね、丸山湿原の方へ、ここのハイキングコースがつながってるんで、移動して、でそちらでドローンの、撮影をしていきたいと思います。で、ちょっとこの大岩ヶ岳を登ってくるまでに分かったんですけど、結構ここの道が険しくてしんどそうなんで、ちょっとここからはカメラを、ちょっとしまって、降りていこうかなと思います。なので次の動画は、丸山湿原スタートになりますが、丸山湿原まで行ってみたいと思います。はい、そしたら丸山湿原に到着しました。やっぱり結構道中険しいところが多くて、カメラはしまっといて正解だったかなと思います。ちょっとこの場所についてから少し動画を撮ったりしたんで、その辺は B ロールでちょっと見てもらって、丸山湿原こういうような場所になってます。はい、今日の許可申請を出したところが、大岩ヶ岳とあとこの丸山湿原になるんですけど、ここの丸山湿原でも早速ちょっとドローンを飛ばしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。丸山湿原の動画いかがでしたでしょうか。ちょっと丸山湿原自体ちょっと小さめなのかなというところで、ちょっとドローンで撮るには、あまりこう動きのある動画が撮れなくて、結構上空の動画ばかりになってしまったかなと思います。でもかなり綺麗な景色が、撮れたので、今回のドローンの撮影はかなり満足です。で、結構ですね、今まだ4時前とかなんですけど、やっぱり山の方は日が暮れてくるのが早くて、若干今焦り気味です。はい、ちょっと帰りの道も、しっかり調べてはいるんですけど、ちょっと分かりづらくて、不安なんで、ここから、急いで帰りたいと思います。ちなみに帰り道はちょっと外部マイクをつけて撮るのが心配なんで、内蔵マイクで撮影をしています。結構やっぱ SIGMA fp の内蔵マイクも音声をきれいに拾ってくれるんで、十分使えるんじゃないでしょうか。で、結構これでも全然緩いくらいなんですけど、だいぶきつめな道が多いです。はい、第一湿原西分岐見つかりました。こっちへ行ったら、道場駅の方、出口になるようです。帰っていきましょう。It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. だいぶ下ってきたんですけど、ちょっとどこかで多分道間違えちゃったみたいで、本来行きたかった道場駅の方ではない方へ来ているかなと思います。ちょっとダムの方に通じる道があるみたいなんで、そこから帰ろうかなと思います。結構ね、こんな感じの道が続いてるんで、割とハードだなと思います。すごいですよ。おお、これすごい。はい、だいぶ開けたところに出てきました。そろそろ水辺が近そうで、多分ダムがすぐそこにあるのかなと思います。はい、川下川ダムの辺りまで降りてくることができました。まあ、道路があるところへ来たんで、まあ一安心かなと思うんですけど、どうもこの川下川ダムが、JR の駅の間くらいみたいで、ここから1時間くらい歩かなきゃいけないみたいです。ちょっと失敗しましたね。まあでも暗くなる前に降りてこれてたんで、まあいいかなと思います。まあ、ちょっと景色とか見ながらゆっくり散歩していこうかなと思います。はい、ようやく開けた場所に出ることができました。まだちょっと山の方少し通らなきゃいけないみたいなんですけど、まあ、明るいうちに、駅までは到達できそうかなと思います。ちょっと一安心ですね。はい、そしたら道場駅へ戻ってくることができました。ちょっと下山するときに降りてくる場所を間違えてしまって、帰りにちょっと道路を1時間ほど歩くことになって、今ちょっと疲れてる顔をしてたらごめんなさい。はい、まあ、無事戻ってくることもできてよかったかなというところで、まあ、今回ですね、このチャンネル始まって初の、まあ、本格的なドローンの撮影かなということで、まあ、ドローンの映像いかがでしたでしょうか。結構、綺麗に撮れてたんじゃないかなと思います。まあ、今後もこういった動画を上げていきたいなとは思うんですけど、ちょっと兵庫県がなかなか飛ばせる場所が少なかったりして、まあ、ちょっと本数はなかなか上げれないかなと思うんですけど、まあ、また場所が見つかり次第こういった動画を上げていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。はい、そしたら、結構時間も遅くなってしまったんでそろそろ帰りたいと思います。また今後もですね、こういった Vlog など、まあ、レビューとかも今後ちょっと上げていこうかなと思ってますので、今後の動画も楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。